まあ、もうね、そもそもこれだけでうまいんだけど。いい感じに焼けてるじゃないですか、こうやって。はい、どうもー、りゅうしのおじさん、りょうしです。ということでですね、僕がですね、なかなかのもんになってしまったのでね、これレシピはね、すごいレシピをちょっと今日引っ提げてきました。皆さん、あの一昔前に流行ったじゃがりこって皆さん知ってますか？とある天才料理研究家が作ったと言われるあのじゃがりこ、ものすごい流行ったじゃがりこに、すごいメニュー、実は僕考えちゃいました。じゃがりこなんてね、大したことない、あんなもの。はい、この料理の方が美味しくて美味しい。今回はですね、このじゃがりこですね、再び登場しました。じゃがりこ食べたらびっくりします。これめちゃめちゃうまい料理、私考えました。じゃがりこの10倍うまいです、これは。はい、あのレシピはね、失敗する方も多かったし、そもそもこのカップにお湯入れちゃいけないっていうね、アウトローレシピだったんですよ。なので今回はですね、ものすごく美味しいじゃがりこで作るじゃがレット、ほんとマジうまいんで、絶対この動画見た人絶対やってください。しかも材料じゃがりことチーズ、そんだけですから、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあまずですね、用意していただくのはこのピザ用チーズ 80g とじゃがりこチーズ、あと塩と油。まずじゃがりこのカップ開けてください。じゃがりこ何味がいいかっていうと、何味でもできるんですけども、僕はチーズ味がいいと思う。なぜならチーズ入れるから、ね、ダブルチーズでね。ここにですね、 120cc のブザーッと入れていきます。このカップってお湯入れるようにできてないらしいので、やけどしても文句言わないでくださいね。で、蓋を閉めて4、5分ちょっと置いて、マッシュポテトにしていきます。オリーブオイルで、これをね、ちょっと垂らしていくんですよ、はい、じゃあこれであと3分待っています。3分経ちましたので、中火ぐらい。じゃがりこがどうなってるかというと、こんな感じになってます。こいつをですね、スプーンでね、こうやってくる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 混ぜて、マッシュ状態にしていきます。まあ、もうね、そもそもこれだけでうまいんだけど、いい感じのマッシュポテトができるんですね。混ぜていくとね、ほら、こんなにね、硬いマッシュポテトになるんですよ。僕は酒のつまみにするんで、ここにお塩入れます。ひとつまみぐらい、パラッと混ぜていきます。そうすると、硬いマッシュポテトね、マッシュポテト入れていきます。酔っ払ってたので、フライパンのサイズ間違えました。テフロンの効いた、何これ、フライパン、フライパン、テフロンの効いた、効いてフライパンに、あれをあれしちゃう、言います。なんだっけ、まあよくわかんない、説明するのちょっと無理なんで。ここでマッシュポテトを火を入れていく。で、油も少し入れてね。チーズ 80g だから相当な量ですね、これね。フライパン使うんですけど、もはやお菓子じゃなくなります。本当に美味しくなりますから。耳を澄ましてみると、このね、あのじゃがいもの悲鳴が聞こえてくるんですね。悲鳴がこうプチプチプチキューみたいな感じが聞こえてくるので、その悲鳴を、あ、そうそう、キューって聞こえてくる、その悲鳴を聞きながらエスにしております。もっと泣きわめき、全体をちょっとチーズとじゃがいもね、なじませていきますね。よくね、混ぜていく。じゃがいもとチーズの成分をね、よくね、くちゅくちゅに混ぜていく。下の部分が焼けてくるので、そうするとこうね、これでね、いい感じで火を通して全体をね、パリッと仕上げていきます。ちょっとね、時間かかります。結構ね、焼いていきます。下がパラッとめくると、いい感じに焼けてるじゃないですか。こうやって蓋を用意します。蓋で、ここに滑らしていきます。そしたら、こうですね。はい、これでもう完全に綺麗にひっくり返ります。チーズとジャガイモでコーティングされて、すごいね、パリッといくんですよね、これ。カロリーは恐ろしいことになっております。下がね、パリパリになってくると。こんな感じで焼けて、まあ、裏側もね、ちょっと見てみましょうか。裏側も、まあ、いい感じにパリッと焼けてますね。もう一回やります。はい。はい、火を止めて、お皿がありますから、こうやって、滑り込ませます。で、仕上げにペッパー少しね、まあ、これは後で追いペッパーしてもいいですから。そんで、パセリ、はい、僕のレシピの中で一番簡単なガレット、じゃがレットの完成です。
では叩きたいと思います。叩いてみたいと思います。いただきます。これはね、ビールですよ皆さん。フォークで切り分けたのがあります。かぶりつきたいと思います。うまっ。やってみんな、めちゃめちゃうまいぞ。タバスコでしょこれ。ビールと合わせになったな、これ。うわ、ケチャップも全然絶対いいよ。そのままも全然美味しいけど合わないわけがないだろ。じゃがりこの域全然超えてんすけどねこれね。フレンチに出てきてもめっちゃうまいの出てきたとしか感じないと思いますよ皆さん。チーズも入れてちょっとじゃがりこ焼いてあるんでね、ちょっとね塩分をね少しね、増やしていただいて。わかった、塩が一番うめえ。やってほしい、こんなにうまいんだもん。中はホクホク、外はカリッとして、試す価値ありありのありのすけですよこれはね。ぜひやってみてください。フライパンとあのなんだっけ、ちょっとあのテーブルの上に隠してある。でこれなんで作ろうかと思ったらというと、ね、とあるねあの有名シェフがあのマッシュポテトでねガレット作ってたので、それを参考にしました。はい、